ついに、この日を迎えることができました。なんと、スマリスマおかげさまで3周年です。これも遊んでくださるユーザーの皆様のおかげです。いつもありがとうございます。おや、そんなところにくすれまでありますね。観測紐を引いてみましょう。そんなこんな星のアリスですが、いろんな観点も同意しました。ぜひお楽しみください。それでは予言でもよろしくお願いします。私は妹を見る。あれも美味しい、これも美味しい、いくらでも食べられちゃう。ぽっちゃり系の3番目が今日も食べて食べて食べ尽くす。ねえ、さすがに食べ過ぎじゃない？だってお腹が空くもん。さっきたくさん食べたばっかだよ。でもでもお腹が空くんだもん。三女はたくさん食べて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 吐かない。ナイトメアがたくさんで嬉しいな、おいしいな。あのナイトメアもこのナイトメアも。ペロリ。ぜーんぶ私たちのおいしい餌。餌って言い方なんかやだな。全部全部食べ尽くして、ナイトメアどころかあたりの石も木も虫も全部食べ尽くして、それでも三女は腹ペコのまま。ねえ、やっぱりおかしいよ。さすがに食べ過ぎだよ。いつもの3倍は食べてるよ。その石、前は大嫌いだったじゃない。長女と私の心配する声に三女は首をかしげた。そうだっけ？三
男女がおかしくなったのは少し前。あの子だけ迷子になった日から。すっごく優しい精霊さんに会ったよ。あの日、合流した三女はご機嫌に笑った。精霊さんはすごいの。お腹いっぱい食べたいって話してたら、力を貸してくれるって言ったの。力を借りたら私、力が湧いてきて。ナイトメアもすぐ捕まえられるし、食べ物が手に入りやすくなったんだ。例えばね。ほら見て、こうして優しくそぐと。ナイトメアおろしの出来上がり。すごい。でも食べる前から吐いたやつにそっくり。力を増した三女はどん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 食べ続けた。そうしたらまた力がさらに増して、またどんどん食べて食べて食べ続ける。食料じゃ全然足りていない。ナイトメアを食べても足りていない。食べても食べても食べても足りなくて、ああほら、とうとうライブラリの世界まで。パク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 、ごっくんペロリ。もう無理。最初に叫んだのは長女と次女、どっちの私だったかな。あなたの食欲を見ていたら気持ちが悪くなってきた。私たちは食料を調理していた。蜂蜜がけにしたりアレンジしたり。なのに今の三女は切った肉のかけらを泥がついていようがお構いなくそのまま飲み込むだけ。最初に逃げ出したのは長女だった。三女ったら変。私なのに私じゃないみたい。あんなに汚く食べて食べて食べて、本当に豚みたいになっちゃったら。うわ、痩せっぽっちの私が長女で、ちょうどいいのが次女で、ちょっとぽっちゃりしている三女。私たちはずっと一緒だったのに。今の三女はまるで知らない人みたい。私たちはたくさん食べあさってきた。でもあんな風にゴミみたいな食べ方はしなかった。私は吐き気をこらえながら無我夢中で走り続けた。湧いて出てくるナイトメアを食べることなく切り捨てながら。怖い怖い、気持ち悪い。食べていないのに吐きそう。あの子は本当に私たちの三女なの。次女を置いてきたことに気づいて、長女の私はようやく立ち止まる。
ここは？木々からこぼれ落ちる緑の光、清らかな空気、静謐な湖のほとり。あまりに綺麗な光景に思わずひざまずいてお祈りしちゃった。誰か助けて、妹、私たちを元に戻して。私の助けを祈る声に何か答える声がした。お姉ちゃんがいなくなっちゃった。三女はまた不思議そうに首をかしげる。口からナイトメアの足をこぼしながら。長女がいなくなった今、次女である私しかこの子の姉はいないんだから。あのね、やっぱりおかしい。あ、いけない、食べてる途中だった。ゴリゴリ、おしゃ。骨が砕かれる音を立てた後、ごくりと飲み込む。ごめんね、口の中にまだ残ってたから。それでどうしたの？私は泣きながら首を左右に振った。ねえ、どうしちゃったの？世界まで食べちゃったら。私たちの夢は、目的はどうなっちゃうの？そんなの簡単だよ、お姉ちゃんの私。夢も目的も世界ごと食べればいいじゃない。三女の足元に猫が現れ、囁いた。ほら、たくさん食べて、気が済むまで食べ尽くそうよ。その言葉に妹は嬉しそうに笑う。化け物みたいな顔で。ねえお姉ちゃん、食べよ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 。あれも美味しい、これも美味しい。私たちは3匹の子豚。1番目は痩せっぽち、2番目はちょうどよく、3番目はぽっちゃり系。私たちは3人で1人だった。今までずっと、いつも、いつだって3人一緒だった。お姉ちゃん、どうして泣いてるの？たくさん食べるの嫌になっちゃった？それとも私のこと嫌いになっちゃった？嫌いになんてなれないよ。でも、でも私たち、もう三人一緒ではいられないの？泣かないで、お姉ちゃん。お姉ちゃんたちが取り乱しているから、三女の私がしっかりしなくちゃね。次女の頬を私は優しく包み込む。三人バラバラになんてならない。だって私たちずっと一緒でしょ？だから私がお姉ちゃんたちを食べてあげる。そしたら私たちずっと一緒だよ。ずっと三人一緒でいたいなら、
3番目の私と一つになればいい。だから私は次女を飲み込もうとした。なのに次女は嫌がって大暴れ。どうして？俺ならずっと一緒にいられるのに。嫌だ、嫌だよ。だってそんなの一緒だなんて言わない。突然どこからか声がして、私と次女が引き離される。そこには痩せっぽちの長女が立っていた。お姉ちゃん、どうしたの？その姿。あのね、私も力を授かったの。大丈夫、あの子に負けない、とっても強い力だよ。だから一緒にあの子を殺そう。え？殺すの？苦に耐えないひどい声。あなたはもう私じゃない。長女の私が三女を切り捨てる。だって私は力を手に入れたから。神々しく聖なる力を手に入れたから。二匹の子豚になっても平気。暴れ回る三女を何度も切りつける。三女はその度醜い悲鳴をあげる。戦いの最中、視界の端で猫が走り去っていくのが見えた。長女と三女の争いは次第に激化して、お互いに血みどろ。肉がはみ出ているのに二人とも変な笑い声を上げている。私たちを食べようとするから。それならあなたを殺すしかないから。二人はまたお互いに力をぶつけ合う。ずっと三人一緒でいたかっただけなのに。三人バラバラは嫌だ。この私、泣いているの？だって三人バラバラは寂しいよ。ずっと三人一緒に食べていたいだけ。ずっと一緒に？ずっと一緒にいたい。真ん中の妹の願いが突き刺さる。だって私たちにはずっと私たちしかいなかった。私も本当は一緒に一緒になろうよ。一瞬、長女の私が武器を下げてしまったその瞬間、痩せぼっちは骨ばっかり。次女が壊れちゃった。さっきから変な悲鳴を上げてばっかり。一番上の私を食べた。変なの。だって望んだのは次女のあなた。一緒にいたいって言ったじゃない。だから長女は武器を下ろした。授かった力との融合も弱まった。
だから食べてあげたのに。これならずっと一緒にいられるのに。あなたが望んだんだよ。私のせいで。差し伸べてくれる。長女の私はもういない。三女の私は壊れちゃった。それなら次女の私ももういいかな。わかった。一人残ってしまう三番目の私に向かって両手を広げた。ずっと一緒だよ。びっくりした。猫はゆっくりと後ろを振り返る。もう3匹の子豚は見えなくなっていた。あの痩せっぽっちの子の力は。どこまでも清く、汚濁を許さない光。比類ない神聖な力。まさか力を貸すなんて。この世界も失敗だ。猫は食べかけだらけになった世界を飛び出していった。心より願っています。これからもシノアリスをご贔屓に。またねー。